俺は奇形人間の王様だ。美しい女どもを奴隷にして好き放題に暮らすのだ。正常な赤ん坊や年寄りを集めてきてはこんな奇形人間を創造してきた。ここでは片刃物は解放されて奇形人間の天国になるのだ。お前たちのようなまともな体のやつには俺の苦しみがわかるものか。世間の白い目、高貴な目、堅固の目、嘲笑軽蔑。俺はそんなことにはびくともしないのだ。いいか、お前たちはもうここから出られない。貴様も、貴様もだ。みんな奇形人間になるのだ。俺はその日の来るのを待っていた。世界のどこにもないような奇形人間にするためにな。誰だ？お前は一体何者なんだ？私は死がやれ。出してくれ。やめてくれ。俺は気違いじゃない。気違いじゃないんだ。やめてくれ。やめろ。私はなぜ、何のためにこんな目に遭わなければならないのか。私自身の出世の秘密だ。謎だ。謎を解くために私は裏日本にある琴へ来ている。世界に巻き込まれた男が恐怖怪奇に包まれたあの不気味な孤島で次々に起こる怪奇、恐怖、ロマン、謎、果たして謎は